で、今日証明書出しますんで、はい、この証明書で保健所から書かれてきてますよ。はい、じゃあその保健所証明書を持って、昭和保健所から行って、ね、証明書を持ってきてください。でね、4月からって言うけど、もう3月ってもだいぶみたいです。転換してこうか、転換転にしとこう。ごめんね。ポケットの膨らみのものを見た目を用意ですね。はい、はい、ごめんね。ありがとうございます。青い子だ。奥歯をしっかり立ってきますね。レンタルケアもしてもらえるんだったら、なるべく奥歯を、外側ね、外側がちょっと分かりすぎてください。で、まあ、あとはやったら全体的に、まず外側をやってください。内側に行くまで。で、外側やれたら、もしやれるんだったら内側。内側ね、案外前歯の裏もつきやすいですね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。もういいって、舐めるだけ。まあ多分溜まってないことだけど確認しますね。あら、ちょっと出る。
い、じゃあ OK ですね。で、あとワクチン打った後、まあ、いつも変わりはないと思いますけど、打って、まあ、打ってすぐ起きるアナフィラキシーっていうのはないと思います。起きるならもう起きて、パッとしちゃいますから。あと、ね、30分から24時間後に、後から出てくる副作用としてね、ちょっと発熱したり、食べが悪いとかね、それからあとは、アレルギー反応を起こして、ジンマシンで痒くなるとかね、この辺が腫れてくるんですよ。で、痒くなります。そういうことがあったら教えてください。相談してください。まあ、1割もないです。そういうことを起きます。で、まあ、変わりなければ、そのまま様子見といてもらっていいですけどね。で、あとはフィラリア の検査したから、予防は1日、毎月1日にね。で、狂犬病は、まあ、時間があるときにお願いします。で、あと、自主点分の混合が5月の終わりぐらいかな。はい。その時にまた、見させてくださいね。で、点眼はさ、どうだろう。まあ、ちょっとずつちっちゃくなってくる気がするんだったら、とにかくワンクリーンだけ3回点眼してください、はい。いいなと思ってすぐやめんでくださいね。はい、いいなと思ってもう3日から1週間ぐらいやるつもりでお願いしますね。はい、じゃあ OK です。ありがとうございます。はい、